はい、皆さんこんにちは、デフです。今回はリコを取り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、今回のアップデートでですね、リコのウェディングドレスが実装されましたので、早速見ていきましょう。まあ、あとですね、今回、ちょっとお試しで、なんですが、まあ、今まではスキルの説明とか一言一句ね、全部読んでっていう形でやってたんですけど、まあ、ちょっと動画の時間が長くなってしまうということで、まあ、今回は、まあ、ここが強いよというところをメインに見つつですね、まあ、他のところはまあパパッといく感じで、なるべく動画の時間を短くするように、ちょっと今回からそういう形式でやっていこうかなと思います。ということで早速やっていきましょう。まずはパッシブスキルですね。まあ、いつも見覚えがないようななんか二重丸みたいなのあるんですが、まあ、ここが個人的に評価高いんじゃないかという部分になってます。まずですね、専属武器なんですが、まあ、今回、防御貫通と体力値にプラスして花嫁衣装で、HP 吸収とダメージ反射耐性 50% ついてますというところですね。で、あとパッシブ1ですね、敏捷値が340レベル ×340、 もともとリコを持ってるんですが、まあ、それに加え指輪で敏捷値レベル ×80 もらえました。なので合わせて420かな。まあ、ここは20丸で評価高いところでいいのかなと思います。敏捷値がね、やっぱ高くなるのはいいかなと。で、あとパッシブ2番目ですね、これ HP 上限に20丸がついているわけではなく、その下の神髄共鳴スキルにこれつけているんですが、筋力値ダメ、筋力比ダメージマイナス N% というね、こう防御力による括弧って書いてあるんですが、まあ、これいつもと表記がね若干違うんですよね。まあ、それ何かというと、まあ、これ、知ってる方は知ってると思うんですが、割合減少のパーセンテージですね。防御力によってこれパーセンテージが決まる。で、割合減少ってかなりカットしてくれるんですよね。固定値カットってあんまりカットしてくれないんですけど、この割合カットっていうのが非常に強力で、リコーに関しては筋力比ダメージ、筋力防御無視ですね、に関してかなり強い副将となってます。そして、パッシブ3番目にも20丸つけてて、出陣時自身に残影セーブ状態5ターン付与ということですね。まあ、残影がつきますよというところは高評価かなと思います。リコ弓ですしね、残影はマストで欲しいところ、しかも出陣時につくよというところです。で、パッシブ4番目の状態性 120% にも、これ一応20丸つけているというところですね。まあ、若干ちょっと上にずれつつあるんですが、パッシブ4番目、これ状態性 120% に20丸ついてるよっていうことです。やっぱり状態性が高いっていうのは非常に有効かなと思いますね。で、物理防御貫通ついてるよというところですね。で、もう一個の神髄共鳴スキルが知力値比ダメージマイナス敏捷値 ×2 となってます。まあ、こんな感じでもうパパッといって、大事なこの20丸ついているところだけしっかり読んでいこうかなという感じです。まあ、こんな感じでちょっと何回か試してみようかなと思ってます。そしてですね、エンテスキル今回追加されておりますよということで、エンテスキル見ていきましょう。まあ、エンテスキル20丸にしてるのはまあまあもちろんの話で、まあ、今回実装されたんでね、まあ、全てがかなりいい性能となってます。筋力比ダメージ、敏捷比ダメージ、知力比ダメージ、攻撃力比ダメージがすべてですね、マイナス 50% ということで、ダメージがかなり落ちます。この防御無視に関してかなり強くなったというところですね。で、戦闘終了まで自身に解除不可の軽眼冷血整合、強法整合状態を付与ということで、解除不可の特殊状態と整合状態2ついただいております。まあ、これが意外と強くてですね。まずバフ、デバフチェックしていきましょう。まあ、最低限のチェックでもいいかなとは思うんですが、まずこの軽眼ですね、軽眼に関しては夢中状態を無視、まあ、ちょっと文字ねぼやけてるんですがご了承いただいて、敵の夢中状態無視できるよというところ で冷血状態が会心率が 15% 上がってて、敵の挑発長老皮肉状態を無視できるよと、攻撃引きつけられないよ、または隠れてる相手を隠さないよというところになってます。まあ、この辺あたりは強いですね。で、強法整合ですね。非範囲攻撃の会心率プラス 35%。まあ、この子、連撃しか持ってないので、会心率実質プラス 35% と冷血の 15% で 50% 上がってます。で、非範囲攻撃の物理会心ダメージプラス 70% ということで、会心ダメージも上がってますよということですね。連撃の会心ダメージ上がってます。なので、会心率 50% のダメージ、会心ダメージがプラス 70% となっているので、会心出しやすくなった上で会心のダメージが上がってるよということなんで、これ非常に強力ですね。
そして戻りまして、出陣時自身に玉壁状態を付与4ターンですね。これ4ターンがまたでかくてですね、玉壁も、まあ、かなりいい効果で、非命中時攻撃を食らった時ですね、1ターン消費しダメージを無視することができるよということで、まあ、4回の攻撃はもう無視することができますよということになってるんで、まあここがまず一つ耐久面として上がった点ですね。そしてスキル攻撃時自身敏捷値 ×16 プラス最大攻撃力 100% のダメージが加算だよと、まあ、防御無視加算されてますよということですね。スキル攻撃時なんで両方についてます。でスキル、梵天ひさめ、が発動終了後、これスキル2のことですけど、敵を未撃破の場合梵天ひさめを1回追加発動、スキル2をもう1回追加発動できるよということなんで追加発動もらってます。これ強力ですね。でしかも敵を未撃破の場合なので、致命傷とかではなく完全に撃破できなかった場合ですね、これ条件比較的取りやすいかなと思います。そして自身の残影状態解除負荷ついてます。なので残影は解除できませんよということなんで、この残影かなり強力になってきますね。しかも避けるたびに、まあ元々ダメージカットがね、まあ少量ついてるんですが、避けるたびにさらに効果伸びるのでっていうところで、まあこのあたりも使っていきやすいですね。で会心が発生するたびに自身の残影成功状態のターン数プラス1、最大10ターンまでとなってます。しかも会心出やすくなってるんでね、この冷血強法だけでも会心率 50% 上がってるん でアクティブスキルでもさらに上がる予定なのでって考えると、クリティカルが出やすくなりまくってますよというところです。で自身が致命傷を与えるたびに自身の異常状態2個解除して HP を 50% 回復、回復がねこれなかなかいいんですよね。で致命傷を与えるたびになので、致命傷ってね、まあ相手を復活させるとかね、致命傷回避を使わせるとかでもいいので、条件としては取りやすくなってます。で自身が悲劇破事、まあやられた時ですね、最大4回復活可能、これ復活もらってます。ただ残影の復活になるんで、残影の避けた時のね、ダメージカットを増やした数字が1回復活でリセットされてしまいますと、これ解除されないんですけど、復活では一旦解除になってしまうので、まあここはね致し方ないところですね。で復活後 HP を 100% 回復してまた残影に入り直すよということなんで、残影は途切れないんですけど、せっかく回避して貯めたダメージカットのプラス分は消えてしまうよっていうところがちょっと残念なところですかね。でまた残影に入りますよと。で自身の物理と砲術バリアが上限まで回復、バリア回復ついてます。で攻撃者の有益と生後状態を全コピーし、これ地味に強いと思いますね。全コピーし自身に付与ということで、今生後バフねゴリゴリで持ってくる時代ですので、まあ、それ全部コピーしてね、自身に付与することができますよっていうところもお強いかなという部分ですね。ということで、まあこれ全て強いんですが、まあちょっと残念なのが、まあ、復活もらってるのは非常にいいんですけど、これ残影しかダメージカット部分が見つからないなという部分ですね。まあ、防御無視に関しては全部カット、しかも結構高い数字カットになってるんで、防御無視に対しては強いようにはなってるんですけど、普通の倍率の攻撃に対しては残影しかないので、まあ、残影でね、比較的というか結構かわしながらになってきますかね。で残影、出すと、まあ、回避率は非常に上がるんですけど、これ被ダメージがねマイナス 40% と4割減少しかないんですよ。で回避するたびに追加で 5% 増やしていって、最大追加でマイナス 30% なので、まあ合わせて 70% とかになってくるんですけど、ここまでいけばね強いんですけどね、この子復活になってしまうんで、このね復活した時にこの最大追加分が、まあ、追加分がリセットされてしまうっていうところはね、ちょっと気をつけてほしいかなと思います。なのでちょっとダメージカットの数字に不安を覚えるかなと、まあ、ただ防御無視の ところのカットはまた別物でかなりカットになるので、ここは大きいかなとは思います。なので、まあ、倍率のダメージカットがやや不安かなと、まあ、ただ残影もね回避できるので、まあ、当たらなければどうということはないっていうところなのかなと思います。で攻撃面に関しても、まあ、敏捷値と最大攻撃力の防御無視、スキル両方でもらってますし、で、スキル2を追加発動の条件がありますしっていうところで、まあ、耐久も非常に上がってて、攻撃力も非常に上がってるので、まあ、なかなか面白いかなという部分がありますね。っていうので、まあ、この延定スキルはね、まあ、非常に大事な部分になってきています。そして、ここからアクティブスキル見ていきましょう。アクティブスキルですね。
この三角というのもね登場してきます。ここいまいちだなという部分なんですが、まず残り HP パーセンテージ、最高の敵ですねを8回集中攻撃っていうところですので、連撃なんで、まあ、冷血とかあの辺ですよね。強砲か、まあ、強砲に引っかからないという形です。で毎回 500% なんですよね。これ倍率が利口低くて、500% なので、ここちょっといまいちな部分ですね。ここに関しては強化もらえてませんので、ちょっといまいちな部分かなと思います。ただ8回は攻撃できますよと。さらに敏捷値 ×8 ついてます。でさらに遠程スキルで防御無視ついてますと。で毎回攻撃前命中率と会心率 10% 増えてますよというところで、さらに会心率伸びる要素があります。で一発目が 10% で8発目が 80% になるんで、これ 10% ずつ増えていくんでねって考えると、かなり会心率は伸びてクリティカル出やすいです。で会心発生するたびに回復あるよというところと、すべての攻撃後初行状態かなが生後状態に入れますと。神髄共鳴スキルの仲間のバフですね。これ極光状態か、極光生後状態に入れますよというところです。で20丸ついているところで、このスキル発動中自身の HP イコール1っていうところで範囲反撃を受けたときは除きますよということで、スキル発動中 HP が1に最小でもなるよというところですね。最小1なので、まあ、死ぬことはないよというところです。まあ、その代わり範囲反撃を受けた場合は違いますよという格好書きはあります。まあ、この文言ね、スキルについてると個人的にかなり好きなんで、ここの評価高いですというところです。まあ、ただ倍率の低さがね、まあ、ちょっと攻撃力の足引っ張るかなっていうところかなと思います。でスキル1は追加攻撃とか何もないので、まあ、もうこのままの性能に防御無視がちょっと遠程スキルでプラスされたよという部分ですね。もともと8回攻撃なんでね、まあ、かなり回数は多いんですけど、ちょっと倍率が低いかなってところで、ここ三角つけさせてもらってます。そしてアクティブスキルの2番目ですね、 HP サーチの最低の敵を4回攻撃ですね。で毎回 800% の物理ダメージを与えっていうところなんですが、まあ、これ今までだったら、今までというかスキル1と見比べると、スキル1は8回の 500%、 スキル2は4回の 1000% なんで、合計の倍率って正直一緒なんで、三角つけたいところなんですが、遠程スキルでね、追加発動を狙えるので三角しませんでした。やっぱ追加発動ついたのは大きいかなと。追加発動を取れれば8回攻撃の 1000% になるんで、そうなるとねダメージ出ますよね。で自身敏捷値 ×10 がもともとついてて、遠程スキルでさらに加算で、敵を撃破するたびに残りの攻撃のダメージ ×2 最大 ×8 となってます。ただこれ撃破条件なんで致命傷ではないんですよね。なので非常に取りにくい、なのでおまけ程度だと思っていただければいいかなと思います。取れたらラッキーぐらいな感じですね。で毎回攻撃前敵の有益状態を全解除、これもおまけ程度です。有益状態ですからね。で敵の残り HP が 50% より低い場合ですね、小なりなんで低い場合、命中率と会心率を 50% アップ、さらに会心率を上げる要素がついてます。ただでさえ強砲と冷血で 50% ぐらい上がっているのが、まあ、さらにここでね条件付きで会心率上げられるので、まあ、非常にクリティカル狙いやすいスキルになってますね。で会心発生するたびに生後状態を1個解除、敵の生後状態ね1個解除狙えますよと。ただ会心条件なんでね、まあ、会心出やすいとはいえ会心出さないとできませんよというところです。安定性はちょっとないですね。で全ての攻撃後自身の HP 予想ダメージ 40% 分回復、回復ありますよと。でもう一回言いますけど、これ追加発動の条件が遠程スキルについてます。なのでまあ実質もう一回ねスキルこれ最後まで行ってもう一回ね、打てる可能性があるよというところです。まあ、これも条件付きでね、っていうところなんで、条件満たさないとダメだよというところです。はい、ということで、まあ、ここまでちょっと早足に見てきましたが、まあ、今回から、まあ、ちょっと何回かこんな感じでちょっと見ていこうかなと思います。大事なとこだけをしっかり読んでいくっていう形ですね。まあ、その方が、まあ、動画もね、普段25分ぐらいになっちゃってるんで、まあ、今で14分とか15分ぐらいだと思うんですけど、まあ、これぐらいで済めば、まだ皆さん見やすいかなっていうところで、ちょっと見やすさ重視でやっていこうかなと思いますね。やっぱ動画ね、もう始まる前から25分もあると、ちょっと気が重くなったりすると思う方もいらっしゃるので、できる限り短い感じでやれたらいいなと思います。そして花嫁衣装なので、今回花嫁衣装取得の注意点読んでいきます。 MR 本体を持ってて覚醒育成が残ってる方、まあ、今回リコを持ってて覚醒育成専属武器残ってる方は無条件で取りに行っていいでしょうというところですね。
まあ、ただ この後損傷後、まあ、今回損傷後の UR1000 まで実装されて MR まだですので、まあ、今後ね、実装される予定ですと書いてありましたので、まあ、その損傷後の MR にはね経験値アップがついてるんで、まあ、そこの原本は貯めておきましょうというところですね。置いておいて、まあ、それでもいけるよって方は言っていいかなと思います。で2番目、MR 本体を持っている方ですね。 MR 本体、まあ、リコは持ってるけど強化とかもう追走しちゃって強化残ってなくてとか専属武器も作ってなくてって方は、まあ、ちょっと考えるところかな。まあ、どっちかというといかないのが、まあ、個人的にはいいかなと思います。この段階であれば。でもそもそもリコを持ってないよって方はもう行かなくて大丈夫ですと、まあ、無理して花嫁衣装まで行かなくてもいいでしょうというところになってますね。はい、ということで、まあ、これを踏まえてですね、まあ、リコを大体どのあたりの強さになるのかなってところですけど、ちょっとまあ対人で見ていきますが、まあ、ちょっとねこのメンバーには勝てないなってところです。で S ランクになってくるとまだ可能性あるかなってところですけど、まあ、よくてこのあたりかなっていうところですね。まあ、反射に強いっていうのがまずね、反射耐性も花嫁衣装についてましたし、でもうそもそもスキル1ではこの子死なないのでってところで、まあ、反射に強いって意味ではこのあたり可能性ありますね。この辺あたり反射ゾーンなんで、アウグストゥスとかね、猛角孫権とかね、このあたり反射ゾーンになってくるので、まあ、果たしてどうかというところで、まあ、そのあたりを除くとこのあたりとかになってくるのかな。まあ、花嫁ハンニバル含め花嫁ゾーンだったりね、まあ、MR アバターゾーンとかに入ってくるのかなって感じがしてます、今の段階ではね。ということで、あとはあれですね、まあ、掲示板とか見ているとですね、ディスコードかなとか見ていると、まあ、同レベル帯のオーディンに勝ったよって話も、まあ、タイマンであればね、勝ったよって話もあるので、まあ、タイマン性能はやっぱりね、連撃なんで高いのかなとは思います。ただ、やっぱ、闘技場とかね、こういうパーティー編成になった時、果たしてどうかっていうところも含めて、まあ、よくてこの辺りに入ってくるんじゃないかなって感じです。で、まあそこそこの評価に落ち着けばこの辺りとかね、まあこの辺りの可能性もあるかなというところです。まあこの辺りでも十分強いですけどね、今163人ぐらいいるのかな、 MR がね、 MR アバター含めて。でまあその中でベスト20ぐらいに入ろうとしてるので、まあ十分強いレベルにはなってるんじゃないかなとは思います。花嫁衣装いい強化でしたね。リコを、あとはタワラトータとかが来てたのかな、花嫁衣装ね、事前にね来てて、タイミング的にちょっとねなんか嫌なタイミングだなと思って、まあ今回リコをねちゃんとアップデート後、大型アップデート後に来たので、やっぱそれなりの性能しっかりもらえてますよねっていうところで、まあ、実装タイミングっていうのは非常に重要かなと、まあ、思わされたこの花嫁衣装だったのかなとは思います。タワラトータも決して弱いわけではないですけどね。はい、ということで、今回はですね、リコーの花嫁衣装が追加されましたので、今回取り上げてみました。ちょっとね新たな試みもありまして、なるべくね、まあ、今後15分前後ぐらいを目指してやっていこうかなと思いますので、ご協力お願いいたします。はい、ということでチャンネルの登録、 X のフォローなどぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつでーす。Thank you.